僕なんかもそうなんだけど、打たせて打たせて打たせて相手に打たせて相手に打たせて打たせて打たせるとかで、その時にいいとこに行ってるこういうふうになってすごく同じことやってるんだけど同じことやってるんだけど、例えば今の1人投げなんかで こう振っていなくなってて、ここにいたらやられちゃうからね。だから、彼女こう打つって攻撃のパパス、こう打ってるからこういうふうに攻撃そのままこういうふうに落としてきてここに壁があったって、そういうふうにやってるんだよね。だからやってることも同じだと思います。みんな先生みんな同じことやってるんだと思うんだけど、その表現方法が違うからね。僕らも打ってきたのをこれ打たせて、それが大事で、ここにいない、ここにいてやらせないと、で、いや、いや浮かせていなくなったんで、ちょっと怖いし、彼女は何にもできません、私は何にもできません。で、場所を見つけて、ここ。そして、こうや。それだけなんで、同じことはやってないけど、まあ、だからそういう考え方、いろいろそういう先生に言って、ここの話し方違うと、やってるのは大体同じだと思います。それともう一つ、さっき、足広げてやったりなんかすると足が閉じてないとこういう位置でやるのもあっちゃう。足閉じたのが楽なんで、足を閉じて回るときは特に回ってもこっちがやるから閉じる、開いてるからこうやって回るのがね、閉じてこうこうしてこうしてこう壁がありました。でそういう形でやってる。もうちょっと言い方を、じゃあそういう観点でね、ここにいたらやっちゃうからいなくなって、で下に落としてまっすぐ上げて、リアさんの場合は壁に突っ張って、僕の場合は上下この木々の上下上下横をずれてこうやってやらないので、でその前で上下やってましょう。こういう形だから、まっすぐ上がってきたら、なくなって下げて、上げて、こういう形でやってるね。やってることは、そうだよ。もう少し、足の話ね、足の話。足が残ってると、こうやって残ってると、彼の居場所がないよね。回ってきても居場所がないよ。だから、足は、閉じましょうねって。回ってきた、足は閉じて、ここで回り始めちゃったら、こちらにいなかった。彼に見えてない。足を作ってあげて、彼の場所を作るってことです。そして候補に入る。で、ゲイさんみたいにガチッってすごい強くこれ行くんだよね。僕はなんだかな、こう彼がこっち来てても僕がガッとぶつかっちゃうから。ぶつかってやられちゃったやられないように上下に使ってで、こうやってこう来てきたんだよね。上に出しちゃった。そうするとここがなんだかな、こうこう、いやこれ打ってて、こっちの手で打ってて、パッと打ってこうなっちゃったのね。こうなった時に上出しちゃった。ほらほんと空気できるから弱くても、ほら弱くても、体力ないからなくてもさできるね。だからこう打たせて邪魔いなくなりました。で下落としました。こうぶつかりました。ぶつかるね、ぶつかる、受けてこうやって受けてじゃなくて上それから下、こういうふうにやってるね。でまあ要はここに場所を作ったわけです。ここに出してきたよ。そして上へ落ちた。いなくなって場所を作った、いなくなるようになった場所を作って上へ下で、こうね、こう仕事に変える、これに合わせてそういうバイオリンとか
こう来たらパーッとね、こう入ってる。だから無理だ。わかるよな、ちょっと。結構。じゃあもう少し。これ、まあ、これすごいね。やっぱ行ったらやられたから。あ、嫌だからこうやって弾いてきたね。弾いて、こうやって。そうすると、かーっと。だから、打たせてあげたんだけど、打たせてあげたところに、空を切らせるっていう、そういう形だ。空を切らせるって分かりますよね。これをこう自分を避けて自分を避けるためにこういう使ってそれもテクニックかもしれませんけど、まあ姉さんの話だとこう変わってきたらこう重心ほらチクソがピッとなるという話ね。なんだけど要はさ、こう来たらうんうんうん出して空気出して、そしてこのままこれ足邪魔だからこうやって彼らが勝手に倒れるようにやりたいんですね。じゃないと重くなっちゃう。この手をなんか競争してやることになっちゃうから、競争してるよりもこうちょっと回ってる、こうとも回ってるね。で後ろ持って打っちゃったんだから彼。もうどうしようもないんだね。いないんだ。ここにいたいるつもりで打ってきたのはいないの。そしていないからかかって。あーって言ってたね。こっちがあったらこうね。で、これ中途半端でやるんじゃなくて、秒差でやる。テーブルに。いや、どっか行っちゃうからね。こう下上げ。この振る時もこう振る時もさ、こうこう上げて、こうで上げとかこうやって上げる。向こう上げてるの中途半端に上げてないこっちは上げてるだから、ね、こういう形ビューンって自分の背が伸びてるで、要はいなくなっていなくなったところを出すで、予定通りの稽古だからここしか理解もないのこいじゃん。だからこの手いらない。まあこう来てた方がいいんだけど、この手に取ってみんな来そうだ。そうか。来そうんだったらここで競わないでこっちから入るんだったらこう場所手で入るじゃないですか。で、今度はいなくなって、お手ありますから、こうやって。これ、いつも早くね。まっすぐ出せて、お手ある。で、その前。このまっすぐ開ける。で、こう。ギュンって。こうやって、こうやって。で、足は。で、足はこう。こう。こう、かすってきたね。かすってきたけど。まあ、だっても全然できるんだから、こう打たせて、こう打たせて、こうこの前にこの自由に足も本当は自由にこう動いてるから、で、手を投げるなって言ってんだけど、投げるっていうのは遠くに出すことなの。投げるときは絶対遠くに出す。崩れるまで投げたからね。崩れるまで、相手が崩れるまでしっかりしてるのに投げちゃったらこうなっちゃうんだよ。怖いよね。それから強く投げもこうやって投げたらダメでしょ。崩れるまでは自分の中に入れても、崩れるまでは自分の中にこうやって自分の中に入れても、それから崩れて相手が崩れて人から投げるのは自由だ。そういうつもりでやったらいいと。じゃあじゃあ、塩投げやりましょう。照明打ちになって、ちょっと OK。 こう来て、照明打ちなくなって、シュンと来たから、いや、僕の防御反応としては、あ、いいやって、こういうふうに振り返って、これで、こう来てるのか、こういうふうにやりますよね。だから、こう来たら、いいやってな、来た時にいないの。だから、こう来て、この肘、横投げは普通はいなくなってできないよね、これも来るから。その時にこう持ってきたら、スタントなの。
これ司法だけだ、これ稽古のために気にしないために受けの人がまっすぐ打って待ってるのもあったけど、普通はピュンピュン来るから、だからその時には送るんだから、そしたらこう出してくるとか、お持ち帰ってこうね、優秀に入ってくるとかやらないとだね。まあ実際ね、実際こんなこと使うだろうとかね、おわっ、おわっ、来るんだからね、息があるんだから、もうこのまま行けば半分となるし、また持ってくれば、持ってくれば、要はこれもこの彼に一番作ってあげるって仕事を、だからそれが大事なの。彼の痛めつける仕事をやっちゃうとダメなの。彼の一番作るの。そっちはそっちで。そういう感じね。で、こうやって来て、こう来たりして。そしたらいなくなって、どうぞ。こう来たら、こういなくなったって。場所を作った。で、場所を作った時に自分が、まあ、場所作り、場所作りのためにやってるか、そうやってあの作業を少しやってみましょうか。優先はね、優先はいなくなってこっちで来るのね、サイトで買って、買って俺じゃないから、あの優先は自分の身を守るのが優先なの。殺されちゃったら何もならないんだから、だから自分がやられないように、やられないようにするの、するために自分が彼の場所を作った。だこんなとこ 1メーターに産業を取るっていうのは優先順位だから、すごい産業の形でやりましょうって先生が言ってるから産業やってんだけど、産業のためにこの場所作りを忘れちゃったらダメ、やってそうしちゃったらダメ、優先は場所作るね、こう場所場所場所、ああ場所、早く当たんないよねこれね、落ち切れてるから、わもうしっかり言うんじゃないかさ、優先順位考えて、で今思うで、今こっち来たね、こでこっちに見えたんだけど、今度はこれこういうこうなる、これも場所作り、こう来てボワンってしたらここ場所作り、これ3個わざとやってるな、場所、場所、あれの場所、そういう感じで、やれる人は、やれる人は、さっきもう一回、こっちやってもいいや、じゃあ、さっき、こっち表に入ってやるんじゃ、それは、あの、姉さんね、オプション、オプションって話したんでね、あの、こうして、こうして、こっち入るでしょ、こう全然気にしないで。これ来るのね、これ、あとここにピッと来るのね、あーこう、バーッとか、こう足取ってくるのだから、いなくなって見えないところで、彼は自分の方法としてはどうする、こう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 、しないで、いなくなったら、彼はすぐこっち向いてくるね、こっち向いてくる、それで、その時に、こういうふうに投げない、こう投げないで、大奥に入ってきた、そうすると一歩ができるから、今のオプション、今の話はね、こう来て、こう来たら、こう来たら三歩で持って来ないでいって、ね、これ来るから、これだから来ないでいってまた落としたの今度は起きたら、いなくなったら来るんでね、だからこう、つけちゃって、で、自分が入っちゃって、こう入っちゃって、こういう感じで、これ、手を取りに行ったら、なっちゃうから、だから、いなくなって、こうやって、つけるでしょ、じゃあ自分からついたら、で、こう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 、じゃあちょっと一応、今一応とか三桁とか塩投げとかやったんだけどね、じゃあこう来て
いなくなってすぐここ、ここもなんだよ、ね、ここいなくなって、いなくなって、いなく、いなくなった生かした、ここ持ってくるとほらこう、こうなってるなこうあるねいなくなって、あの強敵にせろって言われたのね強敵にせないと彼打ってくれないから終わっちゃったら、終わっちゃったらってもんなあれここですよこの時で下の尾もいらないこの手は欲しいけどいらない後ろに捨てたらそしてこう回るだからこれ遠くだとですねこれいなくなって遠くだとですねだからいなくなったら近いほらほらほら近いすごく近いこれでこう自分が入ってる投げないと失敗しただけで、ね、投げない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 で歩くそういう感じ手を使わないね材料に処分と